次に中郷敦史君。はい、新東絆の中郷敦史でございます。早速質問に入らせていただきますが、通告とちょっと順番を変えて、通告順ですとですね、2の散歩の、東電の原子力発電所事故対応のうちの観光業への風評被害に対する賠償の考え方から、質問をさせていただきたいと思います。大臣所信にも原子力損害賠償支援機構を活用しながら、東京電力から迅速かつ適切な賠償がなされるよう万全を期してまいりますという記述が書かれておりました。まず確認ですけれども、観光業への風評被害に関して、東電への指導官庁というのは経済産業省ということで間違いありませんでしょうか。枝野大臣。これはですね、内閣官房の大臣としての原子力経済被害担当大臣としての私、そして、内閣特命担当大臣としての原子力損害賠償、原子力損害賠償支援機構担当としての私、つまり内閣がまさにその被害について、しっかりと賠償をするとさせるということについての所感でございます。中郷敦史君。では枝野大臣に、質問させていただきますが、昨年の8月に、文科省に設置された原子力損害賠償紛争審査会において、いわゆる、風評被害等も含めた、損害の判定に関する中間指針が出されました。でその第7にいわゆる風評被害ということで、その3番目に観光業の風評被害というのが書かれております。でまずその時の昨年の8月の段階では、福島、茨城、栃木、群馬の4県については、合理性が認められると損害賠償の適用をするということになっておったわけですが、他県については、いろんな事情を勘案して、相当因果関係のある損害として認められる場合には、認めていきましょうということが書かれておりました。でそれぞれの、その4県以外についてはそれぞれの県である意味バラバラに交渉を積み重ねてきたということがあるわけですが、他県についても、他の都道県に関しても同じだと思うんですが、千葉県について私出身の千葉なので、千葉については、昨年ですね、平成23年の4月から6月の3ヶ月間の観光庁発表の宿泊旅行統計調査を見ると、前年同期比がマイナス 43.2%で全国ワースト1位になってます。一番観光客の宿泊数が減った県は千葉だということです。この去年の4月から6月2位が秋田で3位が栃木で、その対象4県でいうと福島はプラス 23%、 茨城はプラス 18%、 栃木がマイナス 35%、 群馬がマイナス 18% で、外国人についてはほとんどの県がもう大幅に減っているわけですが、軒並み福島周辺の4県に限らず大きく観光客が減っているという状況にあるわけです。それを受けて、去年の12月に東電から、千葉県内に関する観光業の風評被害に対する取り扱いということで、資料を提出させていただいたので見ていただきたいと思いますが、おおむねこういう形で損害賠償を行いましょうという指針が出されました。で地図でいうとですね、損害賠償の対象というところは、千葉県外房エリアにおける観光客を対象とする観光事業者で、千葉県外房エリアというのはこの地図でいう一番太い線で書いてあるラインだと思うんですが、対象となる 市町村で区切っておりますので、外房エリアと言いながら、太平洋に面している市町村という区分けがされていることで、大変な不平等不公平感を持っているということが指摘されて、本当に風評被害を受けているところについてはしっかりと対応していただきたいということを、今までもいろいろな、チャンネルから交渉させていただいてもらったわけですが、損害賠償地域として追加することは考えるけれども、まずこの外房エリアという線引き自体も私からすると、根拠が不明確なのかなという気がします。で引き続き検証を行うということでしたので、原子力事故の影響が認められる範囲として追加をしていただこうということで、具体的な作業は、先月2月の21日まで県内では進められてきました。聞き取り作業、ヒアリング、市町村、自治体と、団体に対するヒアリング等が行われてきたんですが、
それをですね、3月5日にですね、観光業風評被害地域出張ヒアリング調査結果一覧表ということで中間報告が、なされて、それについて今地元で大変な問題になっているということです。それを受けて3月13日、昨日なんですけれども、東電に対し関係者から不信感と抗議文の提出がされております。まずそのヒアリングでの内容等がほとんど反映されていない。東電にとって都合のいい部分だけつまみ食いされたような形になっているとか、言葉尻を捉えて発言の趣旨を歪曲した形になっているとか、主張趣旨とか提出資料の用紙が記載されていないだとか、明らかに市町村側の、主張趣旨と異なっているだとか、いろんなことで、その団体等から問題だというふうに指摘をされておるわけですが、まずここまでで大臣の所感を伺いたいと思います。枝野大臣。はい、ここ具体的なところについて確認調査をしたわけではなくて今のお話を伺った限りでございますが、東京電力はですね、紛争審査会の中間指針をすればいいのではなくて、それは最低線であってそれぞれの実情に応じてですね、きちっと真摯に相当因果関係のある損害風評についてもですね、賠償する責任がある立場であると、したがってそれに対してですね、どういう範囲が実際に相当因果関係あるのか、さまざまな調査をするのは当然だと思いますし、それにあたってはですね、真摯に誠実にやることが当然のことであるというふうに思っておりますので、もしその実際にヒアリング等を受けた皆さんが自分たちの言っていることが違うとかですね、集約の仕方が偏っているとかということがあればですね、ご指摘いただければ原子力損害賠償支援機構を通じてですね、東京電力に対して厳しく指導いたします。はい、中国敦君。はい、実際に私たちがその交渉を対応しているときというのは非常に紳士的に、やりますという話なんですが、現場で話を聞くと全く違うという実情があって、またそれを受けての、資料の提出されたまとめた資料を見ると全くその時のヒアリングとは違うということがあって、私たちが対応するときと全然違うということに不満があるということなんですが、考えてみると、そもそも市町村、まず都道府県4県という線引きそのものもそうですし、市町村という線引きそのものもおかしいと。で、改めてまたこの資料を見ていただきたいんですが、指摘箇所というので丸囲いがしてあります。で、今回でいうとその香取市やですね、この東金市、真ん中の丸が分かりやすいのかもしれませんけれども、この東金市というところは、隣が山武、大網白里になっておって、この2つの網掛けになっているところが補償の対象になっている、その賠償の対象になっているところです。この東金の白のところと隣の山武のところ何が違うのかと、これは市町村の線引きの違いだけで、この東金の方に今まだ賠償が認められないということもありますし、南の方のこの大きな丸で見ると、この南房総市というのが立山の上に北側にあるわけですが、太平洋沿岸ということで南房総市というのは、範囲には入ったんですが、南房総市というのは東京湾、房総半島を横断しておって、内房側も観光事業者がたくさんおります。南房総市にある内房事業者については賠償が認められているけれども、その直近の、北側の鋸南町というところは全然今のところは認められていないとかですね、地政的には全くその根拠がない市町村の線引きが行われたことで、すでに賠償に進んでいるところと、まだまだ全く交渉の段階に入れていないところというところに本当に不公平感があるんです。実態のその資料なんかの提出を行ったにもかかわらず、まだまだなかなかそういうとこ段階に進んでいないというところで、ぜひともですね、この点はしっかりと認識をしていただきたいなということなんですが、なぜこれを今日一番最初に質問したかというと、実は明日3月15日にですね、東電内部で賠償地域拡大についての決定をするんじゃないかという情報が入ったということで、そのタイミングの前にぜひ大臣から、そういう指導を行っていただきたいという意味を込めての、質問ということなんですが、大臣から一言いただきたいと思います。枝野大臣。ここはなかなか難しい点が一点だけありまして、その、これは文部科学省の所管ですが、紛争審査会が4件に限ってと、まさにその最低線といいますかですね、もうこの件なら無条件ということを決めることで、県全体無条件ではないけれども、ちゃんとそれ以外のところもやるんですよという意味ではあるんですが、
何しろ膨大な数でございますので、まずはもうこの範囲の中はもう無条件でこういうふうに払いますというような線を引かないと全く物事が進んでいかないということがあります。で、紛争審査会もそうですが、おそらく東京電力においては各その指針の外側についてもですね、いわゆる一つのまとまりとしての地方自治体行政区分単位でですね、この範囲の中であれば、もうこの条件で、きちっと出しますということを決めることでですね、できるだけ迅速な処理を進めるという、それは一つの努力で、じゃあそれを超えたところはその範囲の外のところはやらないということでは、これ困ります。それ以外のところについてもここは網羅的にはならないけれども、ちゃんと賠償、損害があれば賠償しますということをやってもらわなきゃならないということになりますので、そういった意味では何らかの線引きをしながらやってかざるを得ないというのは、ここは私もやむを得ないんだと思います。ただ先ほどの話のように、それに対するヒアリング調査のやり方が誠実でなければいけないと思いますし、またですね、本当に今お示しをいただいた地図のですね、範囲が合理的なものであるのかどうか、これについては今のお話だけでは私何とも申し上げられませんが、しっかりと誠実な調査ヒアリングに基づいて合理的に、市町村で線を引かなきゃならないなら線を引けと、その上でその外側のところであっても相当因果関係があるとかちゃんと賠償しろと、このことは改めて指示をしておきます。中郷敦史君、はい、よろしくお願いします。その実態、その事業者の皆さんがその場で発言をしたこと、資料を提出したことと東京電力がまとめた調査結果が全く乖離しているということで、たくさん資料をいただいております。何個か実例を紹介したいんですけれども、例えば鋸南町の、ですね、サンセットブリーズというところなんかでは、東電の調査するにはですね、団体客がほとんどキャンセル、余震、津波、原子力事故の影響等が考えられると記載されていると。ただし、そのヒアリングの時に何を言ったかというと、震災直後、津波地震によるキャンセルはあまりなくて、放射能問題が明るみとかキャンセルが増えたと発言したと書いてるんです、言っているはずなんですが、全然それと違うことが書かれている。他にも同じような事例がたくさんあって、不信感が渦巻いているという状況にあります。まず今回、賠償の責任は東電が一義的に持っているということで、私、これ自体にも少し問題があるのかなと思っているんですが、これはもうこういうものとしたとして、加害者が東電であるということになれば、加害者がですね、線引きとかその認定を今進めているという状況にあります。資料の作成も含めて、本当は示談交渉みたいな話なので、加害者側が認定を行うというスキームそのものがどうなのかなというところもあります。で、東京電力は以前にも放射性物質は東電の所有物ではないから除染の責任は負わないなんていう発言をして大きな問題になっているようにもしました。そういうところからも不満とかが出てくるわけです。突き詰めていくと裁判とかっていう話になってしまう話だと思いますので、ぜひともですね、そうならないように、しっかりとした指導をお願いしたいと思っております。で、2月には山形の米沢が観光風評被害ということで対象地域に加えられるということになりました。これも東電の判断。他のところはまだ交渉しているところがたくさんあると思います。賠償の期間についても東電が判断。で、これ一時が万事であって、観光だけでなくて全ての損害賠償について同様の問題があろうかと思っております。将来的にはですね、これ命に関わるような深刻な健康被害等も対象になってくる可能性があるのかなと思っておりますし、まず賠償の認定については、本来であれば中立的な第三者機関が行うべきなんじゃないのかなと思っているわけです。もし仮に現在のプロセスで進むとしても、大きな見かけとして、北海道から、東京神奈川とかまで含めた、北海道、東北、関東、北陸、信越あたりまでを含めて賠償地域に定めた上で、その中での個別の対応すべきだというふうに思っております。大臣の見解を伺いたいと思います。枝野大臣。二つありまして、一つはですね、もちろん裁判なんていうことはよほどの多額の損額で、そしてそれなりの、例えば大きな事業者とかでないとなかなかハードルが高いと、十分承知しておりますので、ここはですね、ADR を、期間を置きまして、で、この ADR の勧告には、東電は無条件で従えと、いうことを約束させています。ところが、これ自体もなかなか運用のところでいろいろとごちゃごちゃやっているという形で聞いておりますので、徹底させたいと思っておりますが、それからもう一つの点はですね、やはりあくまでも線引きは最低ここまではやると
ということについて、それは審査会の線引きもそうですし、仮にこう、大量の処理をしなきゃならないということの中で、東電が何らかの線引きをするにあたっては、あくまでも東電としてこの範囲はこの基準でも無条件で出しますということであって、それがそれ以上は払いませんとか、それ以外の地域は払いませんとかということではないと、そういう姿勢で一定の線引きをしながら線の内側については迅速処理するというのは、僕はこれありだと思うんですが、そこがむしろ線引きをしたらその外はありませんよというような姿勢であることが、多分様々な不信感を生んでいるんだと思います。率直に申し上げて、この経産大臣就任以来というか、官房長官時代からですね、一種のもぐら叩きゲームをやっているようなトロー感を感じながらやっておりますが、とにかくもぐら叩きを続けないといけないということと同時にですね、これは総合特別事業計画において、こうした企業体質を変えるという、明確なですね、総合特別事業計画にならなければ、それ自体は認可しないということを通じてですね、この東京電力の企業体質を変えさせるべく最大限努力してまいります。中国地区、もう今大臣がおっしゃった通りの実情だと思いますので、ぜひですね、指導を大臣として強くご指導いただきたいと思います。東京電力は先ほどからも出ているように独占企業です、地域にとって、どんなに方針に不満があっても、こんなやり方は許せないと思っても、電力料金値上げですと言ったらやっぱり払わなきゃいけないとかっていうところで、先ほど来出ている発送電の分離の話だとか、一時国営化の話だとか、いろんな政治的な判断をしていかなきゃいけない局面なんだと思いますので、私はそういう大きな政治的判断が必要だろうと思っております。ぜひともご検討よろしくお願いします。時間もなくなってきましたので、2番目の質問なんですが、最初にですね、質問を通告をした一番最初なんですが、地域の現場に利益配分が回らない環境下での地域活性化についてということ、これはまた機会があればお話をさせていただくこととして、その次の小さな企業未来会議の運営についてお話質問させていただきます。初心にもこの会議を設置して幅広く意見を伺ってきめ細かく対応するとあります。で、この小さな企業未来会議をちょっと調べてみますと、コアメンバーが136人、共同議長が枝野大臣と、岡村中小企業政策審議会会長ということでなってます。で、スケジュール的には3月3日から第1回会合で、5月まで全国で28回程度開催、6月中に取りまとめということになってます。3月にも5回予定されてます。3月は、福井、函館、米子、多治見、那覇で行う予定ですが、第1回の総会が3月3日に、土曜日14時半から16時半、2時間で行われていると。出席者は共同議長2人とコアメンバー112名、その他7名の121名で、全国から121人集めて2時間の会議で、私には何がしたいんだろうなというふうにも思いますし、これは私は枝野大臣の下で事業仕分けを担当させていただきました。当時民主党に所属をしているときに、そのときにもこういったイベント的な事業は無駄なものが多いから、しっかりと仕分けるようにというふうに指導をされてきた立場であります。事業仕分けの時にこういった事業というのは無駄なものとして位置づけられてなかったのかなと思っております。事業仕分けを担当していた枝野大臣の見解を伺います。枝野大臣、イベントとしてやってるつもり全くございません。これまさに中小企業、特に小さな企業の政策を作るにあたってですね、例えば商工会議所、商工会の幹部の方、例えば日本商工会議所の回答からはですね、いろんなご意見いただいておりますが、実はもう地域ごとに違うし、規模によっても違うし、なかなか本当きめの細かい現場の声をですね、上げていただく場もなかなかないというのが実態であるということの中で、できるだけそういった皆さんの声を生で聞かせていただきたいし、それから地域や業種を超えてですね、そういった皆さん同士が様々な連携することで、小さな企業にとっての新たな活力の芽を生み出していきたいと、まあ、いうことでやっておりまして、先日の第1回の会議もですね、経産省の、行動で行いましたし、その後ぜひせっかく上京してきてたので懇親会をやりたいということでございましたので、これも会費を恐縮ですがいただいて、しかも経産省の食堂でやりました。こういった形でですね、まあ、いわゆるイベントとしてお金をかけるということではなくて、
そのまさにその目的のために必要なあのことだけちゃんとやる。そしてあの費用等についてもですね、会場費とですね、あの若干地方新聞に広告を出していただくということ以外はですね、あの例えば路地についても経産省の職員が行うというようなことでですね、あの従来はこうしたいわゆるイベント型集会についてこう批判を受けていたようなやり方をやらないということで徹底をしてあの運用をさせて運営させていただきたいと思っております。中央君、はい、時間が来ましたので質問は終わりますけれども、これ全国から総会でも120数名全国から来ていただいて、おって、2時間で120人集めて会議をやるということが本当に意味があるのかということについてもしっかりと考え直していただきたいと思いますし、本来はちょっと経費消費でやっているので表に出てませんが、第1回総会にかかった費用だとかそういうことについても今日はお聞きしたいと思って政務官にも来ていただいているんですけれども、時間ないということでまたの機会にしたいと思います。本当に今中小企業苦しい局面にあります。先ほどの適用拡大の話もありますし、あの価格転嫁が難しい中での消費増税が議論されているという中で、こういったことに対してどうやって対処をするのかというそういうことをちゃんとに明示をしながら、あの声を吸い上げる手法については見直すべきだと思います。ぜひともあの私はまた順番が違うんじゃないかなという気がしますので、そういう点についても、配慮をいただいて、これからの中小企業対策を進めていただきたいと思います。以上で質問を終わります。ありがとうございました。